困窮への支援についてお聞きします貧困問題に取り組む三十数団体が、新型コロナ災害緊急アクションという相談支援活動を行っています。先週12日にその報告集会がありまして、私も参加いたしました。メールなどで寄せられた SOS は、所持金が40円だとか、住むところもないとか、もう命に関わる深刻なものが急増しているというんですね。あの厚生労働省も支援団体の要望を受けて 家賃を代理で支払う住居確保給付金、この対象を広げたり、生活保護も決定までの手続きを一部簡素化するなどしてこられました、これらは、新型コロナの影響で住まいを失うことがないように、また、他の施策で対応できない場合には、速やかに生活保護を行うようにと求めるものだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。 加藤厚生労働大臣。 まずあのこれまでのリーバンショック等の経験を,してあを踏まえても、ですねやはり住居を確保しておくというのは非常に、住むところを確保するというのは非常に大事でありまして、それは確保されないと様々な、さまざまな制度も活用できない、まあ、したがってそれをしっかり応援をしていこうということであります、でそれから生活保護のお話がありましたら、まさにこれ、最後のセーフティーネットと言われているところでありますので、もちろんいろんな対応していく、しかしどうしても、そういった対応では十分にできないという場合には、こうした生活保護もですねしっかり活用してい いただく、まあ、そういった方向で、また今の現下の新型コロナウイルス感染症を拡大する中での経済、雇用情勢を踏まえて、生活保護を申請を受けた場合の対応についても、弾力的に、ちょっと具体的な話は申し上げませんが、弾力的な対応ということを書く、これはぞれの市町村が対応いただいておりますから、そちらに向けて通知も出させていただいております。まあ、なお、十分じゃないというご指摘もいただいておりますので、まあ、重ねて、そうした対応を取っていただくように、我々の方からも依頼をしているところであります。 田村智子君はい。えところがですね支援団体からは自治体の不適切な対応が山ほど報告されています住まいを失った人に対して劣悪な無料定額宿泊所に入ることを半ば強制する中には貧困ビジネスで問題になった施設への入所を求めた自治体までありますアイベアであるいはベニヤで仕切っただけでプライバシーも守られず緊急とはいえ安心できる生活環境からはほど遠く逃げ出してしまう人まで出ています 新型コロナでは、突然の減収で、思いもしない貧困に陥った方も多いんです。今後の生活をどうするのか考えて、動き出すためにも、まずは安心できる住居、例えば公営住宅や民間のアパートをあらかじめ確保して、まずはそこに入居してもらうというようなことが必要だというふうに、支援団体の方々、訴えておられます。これ、質問しませんので、あの要望だけですけど、ぜひあの検討していただきたいと思うんです。 であの質問したいのはね、生活保護そのものの申請をさせない水際作戦、いまだ多くの自治体で見られます。千葉県のある自治体では、漁業をやっている方が、魚が売れなくなって収入が激減をしたで、生活保護の相談を行きますとね、漁船を売ったらいくらになるのって聞かれて、20万ぐらいかなと、もう古いからって答えたら、それは資産になるから、生活保護は無理だって言って追い返されてるんですよ。あるいは、ね、多くの自治体で あのマンション、ね、ローンでこう持ってるって方に対してね、それは資産価値1000万程度じゃないのと、売れば生活できるでしょって言って、やっぱり追い返されると、これで漁船売れっていうのは、なりわいを手放せってことですよね、収入がなくて、食べるにも困ってる方に、自宅売却の商談をしろと求めるのかと、こんなふうにね、住まいや働く術を失わせるのが保護行政なのかってことなんです。 これらは生活保護法、その実施要項、また厚労省の通知にも反する対応だと私は思います。厚労大臣に一般論としてお聞きします。新型コロナの影響から、少しでも早く立ち直るためには、自立のための能力を削ぐような対応、これは現に改めるべきだと思いますが、いかがですか。加藤厚生労働大臣。 あの現在、資産について、これは無条件で保有を認めるわけではありませんけれども、今、委員お話のあった自立、今の状況が改善されれば、ですね自立していける、こうした状況をしっかり確保していくことが大事でありますから、自立の助長との観点から適切に活用できる資産は保有を認めております。例えば、居住用家屋については、処分価値が利用価値に比べて著しく大きなものでなければ保有を認めている。また 4月7日付の事務連絡でありますけれども、現下の状況において、一時的な収業減少にて保護が必要になる方について、今般の事態の収束後、スムーズに就労再開できるよう、まあ、例えば通勤用自動車や、 あるいは自営用の資産についても、その取り扱いを柔軟に行うよう、改めて通知をさせていただいているところであります。あの先ほどからの議,論議員のご議論のように、この取り扱い、必ずも徹底されてない事例があるというご指摘もございます5月8日26日にも改めて事務連絡を発出させていただいて、その徹底を図らせていただいているところであります田村智子君。そうななんんでですす何度も通知出してるんですだけど残念ながら 生活保護を申請しようとする人を厄介者扱いする対応、下げすむ対応が多くの自治体でいまだに見られる。尊厳を傷つけられて、二度と福祉事務所には行きたくない。所持金が底をついても、かたくなに生活保護を拒否する人が少なくないというか、多い。なんでこんなことになっているのかという、私はその根っこを問いたいんですよ。誰もがセーフティーネットを必要とする状況になり得る。生活保護は 国民の権利だという認識を国民も、あ国もですね、自治体もこれ、培ってこなかったんじゃないのか、それどころか、バッシングともいえる生活保護への敵意、侮辱を一部の政党や一部の政治家が煽ってきた、それが今、新型コロナの影響で生活困窮に陥っても、保護申請をためらわせる重たい足かせになっていると思えてならないんですよ。これでは、ね、救える命が 救えなくなななくるここんんとが起きかねいんです今、政府も私たち政治家も、本気になって、生活保護への偏見、誤解、これをね、払拭することが求められていると思うんですけれども、いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣 まああの私どももこうした新型コロナの感染症が拡大していく中で,です、ね、雇用を守り、事業を守り、そしてその基本は暮らしを守ることだというふうに認識をしているところであります。そういった意味で、先ほど申し上げた最後のセーフティーネットである生活保護というもの、そしてその申請はすべての国民にこれ、認められた権利であるということであります。 あの生活保護が必要な方には、確実かつ速やかに保護を実施していくことが重要でありますだから、各自治体に対しては、生活に困窮した方の相談支援窓口である事実相談支援機関と、福祉事務所との連携等を図ることによって、生活保護制度を県下の状況において、適切に運用する上で、今申し上げた点、特に留意する必要なことをお願いをしているところであります。また 私のまとめたリーフレットも作成させていただいて、生活保護についての制度を説明するとともに、ご相談は住まいお住まいの自治体の福祉事務所までご連絡くださいこうした呼びかけも行っているところでございます。先ほど申し上げておりますように、こうしたさまざまな制度、そして中んづく最後のセーフティーネットである生活保護、これについて、その活用がしっかり、図る必要な方がその活用が図られるよう、我々引き続き、 広報周知に努めていきたいというふうに思います田村智子君なんていうか、制度の説明はあるんですけどね、その根っこの心がなかなかね、伝わってくるように思えなくてなんですよね、であの法政大学の深川久志教授が、ドイツの生活保護について、この状況の下でね、一生懸命紹介をしてくださっているんです。ドイツでは新型コロナの対応として、120万人分、1.1兆円を見込んでいるんですね。 で労働社会大臣が、誰一人として最低生活以下に陥ることがあってはならないという姿勢を明らかに打ち出したんです、そして大臣自身が、オンライン動画で、収入が最低生活費に足りないフリーランサー、パート労働者、学生などにね、利用を呼びかけていて、初めて利用する方の目線で、こういう制度ですよ、こういう申請をすればいいんですよって説明もしている。 そして最後には、あなたの権利ですっていうふうに結んでいるというんですよ、総理、私、こういう呼びかけが必要だと思うんです、テレビ入ってますから、総理ね、ぜひね、生活保護はあなたの権利です、この場で呼びかけていただきたいんですけど、どうでしょうか安倍内閣総理大臣あの、まあ、先ほど田村委員がおっしゃった、あの一部の政党が、まあ、生活保護に対して。 攻撃的な現状ををしていいるという趣旨の話をされたんですもちろんそれは自民党ではないということは確認しておきたいと思いますが、あの先ほど、厚労大臣が答弁させていただいたように、ですね最後の厳しいときの最後のセーフティーネットとして速やかな保護が行えるように、本人からの申請を